はい、今ちょうどねアフリカマイマイがいましたんでね、ちょっと撮影してみましょう。このアフリカマイマイはですね、沖縄県の道沿いね、特に藪があるところには必ずね生息してます。で、夜間結構ね、歩道に出てきたりしてね、移動してますよ、かなりの量でね。はい、木の上にちょっと止まっていたりね、まあ、あるいはこんな風に壁にペタってくっついていたりね。で、これをね、好奇心旺盛な子供たちが触ったりするとね、関東充血線虫かな、ちょっと私も忘れましたけど、そういうなんか死に至るような寄生虫をね宿してるアフリカマイマイがほとんどらしいんでね、決して素手で触らないことですね、あと絶対食べないこと、まあ、これをね飼育したりね、調理してね食べてる方々いますけれどもね、基本的にこれはもう寄生虫がねいる危ないね生き物なんでね、まあ、触らないことです。結構でかいんです、まあ、これちょっとちっちゃい方ですけどね、でかいのはまだこのくらいだね、アフリカマイマイね、まあ、これはちょっとね九州の福岡では絶対ね見ることのない生き物ですね。で、ちなみに沖縄はね、これもでかければねゴキブリもでかいですね、はい、何でもかんでもでかいわけじゃないんですけどね、これアフリカマイマイね。関東充血センチがね、今思い出したね、確かそういう名前でしたね、高等広いに東って書いてね、関東って読むね寄生虫ね。はい、じゃあ終わります。